はい、ホワイトベース教習所ということでやっていこうと思います。今年はですね、なんと SRTT さん監修というのが入ってますので、今までのホワイトベースと教習所とは一味違うぜ。はい、というわけで、とりあえず今回はですね、触りということで、初めてオートバイを取られる方のハードル、そうですね、ハンクラッチということについて解説したいと思います。クラッチとはまず何か、これですね。これはクラッチじゃなく、クラッチレバーというものですね。このクラッチレバーを握ること、これをクラッチを切ると言います。で、これを握るとどこが動くかというとですね、ここです。ここ見てください。ここ。ここを握るとこれが動きますね。はい。で、これが動いているということは、エンジンのこの、動いているここですね。ここに何かが入っています。ここの中に入っているものがクラッチですね。つまり、エンジンから発生した、動力をですね、つなげたり切り離したりする装置、それがクラッチ、それを操作するのはクラッチレバー。それを完全にくっついてるか完全に離れてるかの間で少し引きずってる状態、これをハンクラッチというわけです。はい、今クラッチがつながっておりません。はい、で、この状態ですね、ニュートラルから一速、これまた説明しますので、今この状態、クラッチを切っているとバイクは前に進みませんね。はい、前に進まない、エンジンと動力が切れて、動力とタイヤの駆動経過が切れている。だからこれをですね、クラッチ離しています。急に離します。はい、エンストしちゃうんですね。これ急につなげるとエンストする、これだけ覚えてください。次、じゃあそれをエンストさせないためにはどうしたらいいかというと、クラッチをですね、徐々につないでやれば、徐々につないでやればエンストせずに前に進みますよと。これがですね、発進の一通りのテクニックなんですけども、この徐々につないでいる状態、はい、今クラッチを切って止まりました。徐々につないでいる状態で、完全にはつながってないけれども少し引きずっている、これをハンクラッチと言います。教習所ではこれを多用しますので、まずこの微妙にこうちょっと戻した状態、これを覚えてください。はい、では発進してみたいと思います。はい、ではですね、まずこれが停止線だと思いましょう。停止線から発進します。どこまでハンクラッチか、ハンクラッチと同時にアクセルを少しですよ、1ミリ少し回転数が上がる程度アクセルを開けてください、ね、でアクセルを開けて、開けすぎると開けちゃいますので、徐々に開けてこのぐらいの状態でハンクラッチ、ね、でハンクラッチするとですね、回転数が負けて少し下がりますので、それに合わせてまた若干開けてやる、若干開けつつ若干離してハンクラッチ、まだハンクラッチ、まだハンクラッチ、ハンクラッチ、まあ、徐々に離す、完全に離す、これでもうクラッチレバーを完全に離してもエンストはしません。動いている限りはエンストしないんですね。で、その動いている限りエンストしないという状態、これが速度域、スピードによってですね、何速を使っているか、1速を使っているか、2速を使っているか、3速を使っているのかによって、変わると。この速度域だと1速です。2速に上げてみましょう。2速だと少しスピードが上がります。じゃあ探し、固定視点で撮ってくれる、動かないで、うん、ね。で今これ2速ですね。じゃあ3速してみましょう。3速だともう少しスピードを出さないとダメ。4速さらにスピードを出さないとダメなんですけども、ここでポイントはスピードを出そうが出さなかろうがですね、エンジンの回転数があまり変わってないということなんですね。5速ね。ということは回転数を上げなくてもで6速スピードが上がってしまうということです。はい、講習中ではそんなに上のギアまで使わないです。はい、なので、せいぜいですね1速で半クラです、スタート。ちなみにスタートは1速でしかやりませんから、はい、2速発進とかしません。でスタートしてから2速コース状況において3速、はい、ぐらいまで使うことができれば、このぐらいのスピードですね、このぐらいのスピードまで使うことができればですね、あとはほぼ関係ないで、あとですね、今後この後やっていくんですけども、
クランクですとか、スラローム、低速走行で、エンストしそうな時、これはもうハンクラを使いまくってください。ハンクラを使いまくって鬼のハンクラで絶対にエンストしない運転をしさえすれば受かっちゃいます。はい、受かっちまえばこっちのもんです。受かっちまえばこっちのもんで、受かってからそれらのですね、苦手を極めていってくださればそれで、よろしいかと思います。はい、というわけで、まず最初はですね、クラッチ、ハンクラッチとは何か、ハンクラッチのスタートの仕方ということで、やらせていただきました。こちらの動画反復して、イメージトレーニングしていただけると幸いです。はい、ホワイトベース教習所の二宮翔平でした。ありがとうございます。